奈良です。始まりました、よろしくチャンネル。ちょっと訳ありましてね、ちょっと急いでるんですけど、ちょっと西野がね、もうちょっと来ちゃうんで、ちょっとバタバタしちゃって、実は今日ね、西野の誕生日企画をちょっとよろしくチャンネルでやりたいなということで、ちょっとこういう感じで用意したんですけども、ただただね、ちょっとお祝いしても仕方ないんで、ドッキリじゃないですか、サプライズをちょっと仕込んでまして、西野がちゃんと誕生日で嬉しい、お祝いしてもらってるけど、しっかりとそれに対して突っ込めるかっていう項目を10項目用意しまして、そのツッコミ次第で西野はちゃんと美味しいお寿司を食べれるという、まず仕込み一つが、帰ってきたらみんな西野のお面をかぶってる。それに対して、いやみんな俺の顔植えた、いやなくてみたいなツッコミできるか。僕と小野さんがミリオンヘアつけてるんで、あれ海藻いっぱい食べた、いやなくてみたいな。西野にわけわからん服着てもらう。そのわけわからん服っていうのは、ルフィの学校、ワンピースのルフィの学校で、海賊王に俺はなる、いやなくてみたいな。次はブーブクッション、ここに西野の王様の椅子みたいな用意してますんで、これしっかり踏んだら、あっかも最悪や。そのクラッカー入ってきて、西野がお面取ったら、おめでとうございますってクラッカーになるんですけど、そのバズーカ、うわー撃たれた、いやなくてみたいな。お寿司用意します、西野寿司、寿司好きなんで、その寿司が、全部卵、それも突っ込む、ちゃんと面白く、やったー卵大好き、いや俺卵好きって言ったっけみたいな。その時にケーキ持ってきて、そのケーキがこれ爆弾ケーキ、風船で作ったね、ケーキで、これ入刀したら爆発するんで、それ仕込んでます。で、僕らその時に持ってきた時に歌歌います。ハッピーバースデースンスン、ハッピーバースデースンスン、ハッピーバースデーディア西野さんスンスン、ハッピーバースデースンスン、意味わからん歌を歌うんで、それ西野がどうつく、もうほんまに面白く突っ込んでくれたらいいんで。で、誕生日プレゼントちゃんと実は買ったんです。高島屋でくたに焼きっていうね、小皿かわいいの買ったんですけど、ここに100均のシール貼りました、自分で作った。で、最後感動の手紙を僕が読むんですけど、それ全部拍手。はい、とりあえず、もうちょっと来てまうんで、とりあえずすいません。おはようございます。おはよう。え、おはよう。俺のわハッピーバースデー、顔が僕の顔になってる。誕生日おめでとう。え、すごいな。わあ、ありがとうございます。おめでとう。やったー。何、え、何やこれ、髪の毛、夏川さんの髪の毛、誕生日ということでね、サプライズでお祝いでーす。やったー、ありがとうございます。嬉しい。はい、何これ。これからいろいろサプライズあるんで、はい、ほんならまあちょっと座っていただいてもいいですか。ちょっとこれ、何ですかこれは。なかなかめちゃめちゃ普通に嬉しいわ。主役なんですよ、衣装着替えていただいて。何、全く分からへん。大丈夫。大丈夫よ。何なの、衣装着替えたらいいんですね。僕お願いします。マジでずっつまやん。何やこれ、練習しすぎやねんな。穴開いてるんですよ、音ならへんやん。今んとこ一つも盛り上がってないからな。小野さん、ね、一応まあ突っ込む。めっちゃ、ちょっと待って、え、めっちゃ滑らされてる誕生日。違う、お前ジャンプ、お前これせえや。あ、腰巻くのか、どうぞ。おい、座ってください。どうですか。これワンピースの読んでないんですよね。あ、そうか。おめでとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい、こんなサプライズなんて。ちょっと早めやけども、こんな ね、嬉しいです。はい、で、西野サプライズ誕生日ということで、はい、西野の好きな食べ物何ですか。え、好きな食べ物、餃子とか。ほんまにもうなんかお祝い事あったらこれ食べたみたいによく言うでしょ。あ、ケーキ。ケーキじゃなくて、え、普通に昼飯として何が好きなの、にしろは。あ、お寿司。おお、え、お寿司。お寿司です。小野さんも髪の毛どう思いました。
小野さんも増毛してんやん。うわぁ、なに、なにこの見たことない、見たことない、なんか寿司来た。なんで僕はルフィなんですか。今日は王様やから。なるほど、王様やからルフィ、はい、やった。え、いただいていいんですか。いいよ。いただきます。うん、うまい。あ、おいしい。なんやこれ。おいしい。うん、高級やからね。こんなんあるんや、卵尽くしみたいな。うん、はい、西野が喜びました。はい、じゃあ富永さん、いきますか。はい、え、せーの、はい、ハッピーバースデースンスン、ハッピーバースデースンスン、ハッピーバースデーディア西野さん、スンスン、ハッピーバースデースンスン、おめでとう。スンスン、スンスン、わー、いやー、手作りシフォンケーキ。こんなマリコさんある？なんやこれ。いや、朝も早起きして作ってくれたからな。頑張ります。ありがとう、富永さん。入刀お願いします。うわー、いいんですか。はい、ではいただきます。お願いします。に、にぶほんまは心の底では
ゼロから1を作ってくれたのは西野だと思ってますんで、あの本当に感謝、今生活できてるのも西野のおかげだと思ってますんで、これからも健康に気をつけて、で奥さんも大事に、誰よりも幸せを願ってます、コンビとして。僕もこれから頑張って、コンビでいい時悪い時あると思うんですけど、今は多分僕はいい時ですよね。僕は引っ張ってるんですけど、絶対僕も沈んでまう時あると思うんで、その時は西野が支えてもらう、コンビでお互い支え合っていけたらなと思います。本当に、まあ、手紙でしか言えないんですけども、本当にまあ感謝してます。ありがとうございます、させてもらって。ちょっとすみません、なんか締めっぽくなっちゃいました。ごめんなさい、本当にもう感謝してます。ありがとう、ありがとうございます。白紙なんですけど、てってれおい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 、すっごい間空いてるぞ今。な、遅いな、急だに、どんだけ時間かかんの、遅っ。0点違う、0点にしろ、ね、いや嬉しいんですけど、うん、ちょっとふわふわした感じやったから、そっちが全部見せてんの、うん、だからもう準備全然間に合ってないし、まず何が1時間で、俺2時間前に入ってギリやったやん、やっぱりちょっと赤字が1個目からちょっとおさらいして、1個目から全部おさらいしましょう。一応全部10問あったんですよ。あーそんな、10問100点満点、はいはいはい、100点満点で、でその50点以上取れたら寿司卵だけでがっかりしたやろ、正直。あれもボケやからな。あボケなんや、ボケや、卵ばっかりやないかつ、うん、何も言うて、あー美味しいと思って。違う、いやそれ祝ってくれてるから全然、卵ばっかりや、なんで寿司お前好きやん、卵ばっかり寄せられて、お前かわいそうなお前。ほんで、そこだからその全部ツッコミ埋めよう、50点以上お前が取れたら中トロとか用意してて、あそういうのがあるねん。でもお前もうお腹いっぱいとか言うしさもうこれ達成したとて嬉しないやろな一応大トロも入れてきたんで、大トロはあ、そんなのがあったんですね。いやいや、分かりづらいわこれ、何、これ理想は何やったん、一緒かいみたいなこと。いやいや、俺それ100均ちゃうねん、それ110円って書いてるで、俺が貼ったのよ、あとで貼ったんや、ほんまに高島で買ってきたちゃんとしたお前陶器やねん。あ、そうなんや、九谷焼きっていうすごい日本のいい食器やねん。あ、そうなんや、それはお前インコのインコのやつとか鍵置くとか言ったもんすけど、めっちゃええ皿やねんって。あ、そうなんや、うん、どう突っ込んだんすよ、100均かいって。いや、誕生日プレゼント100均かいって言えや。いや、ハッピーバースデーの歌全然盛り上がってなかったろ、お前。どういうことあれ、スンスンって。なら、ハッピーバースデートゥーユーってやるのかね。ハッピーバースデースンスンとスン。めっちゃ盛り下がったやろ。いや、盛り下がってんな、ほんで、スンスンって、スン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 シーって、いや、バンビーノさんちゃうねんみたいに言えや。立ってみ、ほんで。なんでおけ、え、うわうわうわ、反応せえ、うわうわ、これ大失敗やん、練習すぎて破けとんねんこれ。ええ、全くならんくなかった。じゃあ座ってみんや、うんうん、あれなんじゃあ、くせえやれや、違う違う、音鳴ってないの。俺の時普通にいい椅子やなってなったから、わかりにくいわ全部。誰がこれボケ考えたやつだっけ、誰、今俺。え、怖っ、何今、ナダルさんですっていうので、お、言うなみたいなやろうと思ったけど、俺が結構怒ったから移植してほしい、自分で名乗り出るっていう謎の聞いて、俺ですって言われて、うん、自分で、何やった今の、サプライズ大成功。
わる？もう俺も終わりが分からへんか。どうあったらいいか分からへん。俺虫とか入ってたらやばかったけどな。だってさ、お前が誕生日でさ、嫌なことできへんやん。嫌なことできへんやろ。だから嫌なことじゃないから、もうなんか普通に喜んでも卵でも全然祝ってくれてんだよ、嬉しいもん。その分かりづらいやつを突っ込めて、突っ込みさん。分かりにくいもん。仕事おろそかにする、誕生日でも。ハッピーバースデースって、スって、ハッピーバースデースって、スって何なん、スンスン。元気なくなってるやろ。元気なくなって、なんやその歌とかやってくれやん。なんかお前どういう、きあな、などう聞いてたの。ハッピーバースデースンスンって言われて、お前どういう気持ちだったの。いや、変な歌やなって突っ込めよ、そう思ったやろ。なんやその歌とか、いつもみたいな、んやその歌みたいな、いつもみたいにやれや、何言うとんねんとか言って。これはちょっと分かりづらかったかな、ボケとかなんやったら。ああ、それは関係ないでしょう。嫌な音。それは普通にもう装飾や。湯抜けてるし。どんだけ。あの、スラッガーの。あ、でもこれ、じゃあこれ、オンサイまで来た。おんのいや、でも、ありがとうございます。29歳になりました。ありがとうございます。ナナさんの時もね、お祝いできたらいいですね。マジでもっと考えてください。絶望的やったから。